よっしゃ、ゲームやっていきたい。どうも、ライスゲームズのライスでーす。ではね、前回言ってた、9月以降の、デート動物園がね、イベントがあるので、そちらの方行ってみたいと思います。で、文化祭が終わってからのデート、もちろんときめき度はマックス。思えば、まああとこれと一つしかないんで、イベントが、まあそれだけ見して、もう次のやつだな。この動物園、ね、中はすごく広いんだ。面白そうね。入るぞ。で、この調子でね、ときめもやったらね、ここなんかパート100ぐらいいきそうやな。いいわね、何にも悩みがなくて。どうしたの、急にそんなこと言って。あなたは友情と愛情とどっちを取るタイプ？俺ね、どっちも取らないんだよな。どっちも取らないじゃないよな、どっちも取るタイプなんだよな俺な。もうね、友達も大事だけどね、彼女も大事なんだよな。いいから答えて。いやこれ全部選びてえな。ここでセーブしたいわ。うん、ここクイックセーブとかない？ここめっちゃクイックセーブしてほしいな。愛情かな。ここはね、どうしようかな。もう俺選択肢両方だもんな。男はどうなの？私？私はどっちも大事。いやだよな。私って欲張りだから。突然そんなこと聞くなんて、どうしたの？つまらないことよ。さ、帰りましょう。これがね、あれなんだよな、最後のエンディング。今日はなかなか楽しい。どうしよっかなみたいなね。一緒に。こう別れ目がね、別れ目じゃないけど。では、最後のエンディングちょっと見ていきたいと思います。私ね、この部室にいる時だけ、ほんのちょっと自分の姿が見えたの。どんなに動揺しても、どんなに混乱しても、この部屋に戻って深呼吸したら我に帰ることができた。でも、そんな作動部室とも今日でお別れ。これからはちゃんと一人で考えて行動しないと。ねえ、初めて会った時のこと覚えてる？バカよね、私。ひかりのことを応援しようって、そう思ってたはずなのに。ごめんなさい。でもこれだけは言わせて。私、あなたのことが好きよ。やめて。お願い、光のところに行ってあげて。彼女、金の下で待ってるから。さようなら。おっと、なんか最初の辺、あ、これ失敗したか、終わったと思ったんだけど、撮り直しかと思ったんだけど、途中から一気に変わった。え？うわ、セーブしてねー。失敗したと思ったからセーブしてねー。マジかー。あ、うーわー。でもこれ多分上選んだら多分あれだから、光のとこ行ってみるか。
ごとくん、どうしたの？ごとくん、泣いてたでしょ？ごとくん、あなたのこと好きだったの？私のごめんなさい。私どうしてもコトコのこと裏切れないの。分かって。だからさよなら。だー、よーし、戻ってきました。30分ぐらいかけて戻ってきたな。よっしゃー。というところで、さっきは光のところに行かなきゃを選んだので、よっしゃー、戻ってきました。さっきはよっしゃ、戻ってきました。いや、30分ぐらいかかったぞ、ここまで来るのに。さっきはね、光のところに行かなきゃを選んだんですが、今度はコトコを追いかけなきゃを選んでみます。待って。待ってよ、コトコ。どうして？早く光のところに行ってあげてよ。俺はコトコじゃないとダメなんだ。俺コトコのこと好きなんだ。わかってるの？光があなたのこと好きなのよ。でも俺はコトコのことが好きなんだ。こんなことに嘘はつけないよ。バカだけど、コトコのことが好きだから。バカでいい。私、そんなあなたが好きなのよ。こうして俺の高校生活3年は幕を閉じた。やったー、コトコ編完全終了だな。いやー、後半のが良かったよ。やって良かったわ。めっちゃ最後めっちゃ動いたもんな。うよっべ、めっちゃ最後にいいの見えた気がするわ。コトコ編疲れた。普通に疲れたな。正直ね、あれなんだよな、光編もね、もう一回やりたいんだよな。ちゃんとやってないからね、全部のね、イベントを見てないから、もう一回全部やりたい感じはするんだけど、まあ、次はね、別のね、人の動画じゃねえよ、別の人のね、編を見ていこうかなと思います。ルートを見てみたいと思いますので、今回はここまでで以上となっています。ではここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃあねー。